広大入口駅は、大韓民国ソウル特別市朝浦区東橋道に、あるソウル交通公社と、空港鉄道、及び、韓国鉄道公社の駅。ソウル交通公社の2号線、空港鉄道のインチョン国際空港鉄道、韓国鉄道公社の計義、中央線が乗り入れ、相互間の接続駅となっている。韓国鉄道公社の駅に乗り入れている路線は、 正式な所属路線は、辰山線だが、京義、中央線の一部区間として、旅客輸送がなされているため、駅では、基本的に、京義、中央線として、案内表示がされている。首都圏電鉄には、駅番号が導入されており、2号線は、239、空港鉄道は A、A03、京義、中央線は、K314 の駅番号が付与されている。 ホーム階は地下2階で、島式ホーム1面2線を有する。フルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。改札外は地下1階である。改札口は南西寄りと北東寄りの2カ所あり、北東寄りの改札のみホームへの連絡エレベーターが設置されている。化粧室は改札外にある。出入り口は1番から4番出口と8.9番の計6カ所ある。 開業当初は1番から6番までの6カ所あったが、インチョン国際空港鉄道の建設工事の関係で、旧3番出入り口と旧4番出入り口は2006年4月25日に閉鎖された。同時に、旧5番出入り口は4番出入り口に、旧6番出入り口は5番出入り口に変更された。インチョン国際空港鉄道の駅の開業時に3番出入り口を再開設し、閉鎖された。 94番出口も、再解説したが8番出口に、5番出入り口が9番出入り口に、変更された。乗り場案内上の乗り場番号は設定されていない。ホームインチョン国際空港鉄道のホームは定義、中央線ホームと上下で並行しており、インチョン国際空港鉄道のホーム、改札外は下段部に位置する。ホーム階は、地下4階で、相対式ホーム2面2線を有する。 フルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。改札街は地下3階にあり、改札口は南東寄りと北西寄りの2カ所ある。2つの改札街にそれぞれ化粧室が設置されている。2号線や軽備、中央線に乗り換える場合は連絡改札を通る必要がある。出入り口は5番から7番の計3カ所ある。乗り場案内上の乗り場番号は設定されていない。 改札口ホーム警備、中央線のホームは、インチョン国際空港鉄道ホームと上下で、並行しており、警備、中央線のホーム、改札外は、上段部に位置する。ホーム階は、地下1階で、相対式ホーム2面2線を有する。フルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。改札外は、地下1階で、改札口は上下ホーム別々で設置されている。 そのため両ホームを行き来する場合は乗り換え、通路方面の階段を下る必要がある。乗り場駅名標近年の1日平均利用人員推移は下記の通り。広大の町前景広駅大学校駅周辺の証券は広大前や広大と呼ばれており、ソウルの主要証券の一つである。アート系の学生や若者が集まりクラブやライブハウスなどが立つ繁華街である。 ありがとうございます。